Hi everyone! This is Minamoto Ai. 皆様、ご機嫌様です。Minamoto Ai です。今日は、竜宮神の2個目の竜宮神をお届けしましたが、その向かいにある階段を上るとそこには何があるでしょう。そう、なんか以前からすごい気になってたんですけど、ある日インスピレーション、イントゥイションが来て、この階段を登って行こうと選択しました。はい、それではちょっと階段登る間に、はい、今日も源愛と一緒 with 源愛Our journey to souls. Please enjoy this video. Thank you for watching. この源愛と一緒は源への旅をちむどんどんで遊ぼうをコンセプトに、私の住む大好きな沖縄から何が飛び出すかわからない、いろいろまぜこぜチャンプルでワクワクちむどんどんする情報をバイリンガルでハッピーにシェアしております。I would love to share my favorite place things here from Okinawa, including ascension channeling, like language, and so on, with my joy, which is called チームドンドン in Okinawa. では、もしチャンネル登録やベルマークボタン、またの方はどうぞ押してくださいね。配信されるとすぐに、お知らせしますのでよろしくお願いします。では今日もあなたのスピリットも沖縄の源愛と一緒にこの地球天国でちむどんどんして遊びながら源へのアセンションプロセスを謳歌しましょう。Let's enjoy this earth heaven with me. Minamoto Ai, or love of souls, please bring your spirits to our journey to souls. じゃーん。何があるかというと、待ちかめ、ね、グルメ会です。ランチ、食べに来ました。海の見えるカフェ。キャップフーさんに来ています。そう、すごいでしょ。なんかね、やっぱりインスピレーションに直感に従って来たらこういうところに出会いました。でしかも、まあ、これも友達、あのビーチで歩いてて出会った友達。しかもですね、私がニューヨークに住んでる時に。ちょうどいる時期かぶってて、まあ、これまあいいや、あの名前伏せとくんで、しかも、元ルームメイトの、彼氏、元彼の元彼女だという、すごくないですか、この確率。ニューヨークでいたけど、このうるま市の石川ビーチで会っちゃった人がニューヨークで、しかも知り合いの知り合いだったっていう、すごいことになっちゃいましたけど、まあその方がに、もう親子もここを愛用している、とてもヘルシーな、カフェです。ではちょっと入ってみます。あ、そうだね、撮影許可もらおうね。ちょっと一回止めます。後ほどね。ということで撮影許可下りたので顔出しは NG ね。お邪魔します。あ、じゃああそこの、はい、はい、私の特定、あ、本当いいの？オッケー、なるべくでも映さないようにしようね。こんな可愛い感じ。あ、そう、オーダーしようね。ここ何年前からです？あ、17年か。計算すると、今何だっけ、23だから、8年、あ、違うわ、間違ってる、6年前。はい、あ、2月14日、バレンタインデーだ。かわいいでしょ、かわいいでしょ。あ、まず注文しようね。どれだ？はい、
飲み物、あれ飲み物しかないの、うん、なわけないよね、うん、知ってて言いました。2回目だからね、ここ。あ、おいしそう、見て見て見て。前と何しようかな。ローストビーツサラダ。え、ブレックファーストはもう、ブレサラダ。いや、ローストビーツね。サラダ。うん、and ブレッド。で、お願いします。そう。飲み物は？飲み物はね、ちょっと待って、私今さ、ちょっと、カフェインとかも、あ、これいいね。あ、どうしようかな。100% のあります？ジュースは。みんな、待って、ボーリングで聞こう。あ、待って、はこれもあるね。あ、ティーもあるけど、ローズヒップしようかな。あ、じゃあローズヒップ。ローズヒップ。はい。アイスにしますか？じゃあアイスにしようかな。はい。はい、あ、待って、うん、アイスでお願いします。じゃあちょっと待ってる間にお店、かわいくない、かわいくない、なんかアメリカの海岸沿いにあるお店みたい。まあ一応あのアメリカ住んでたんで、まあ、それ言う権利いただきましたみたいな。あ、見て見て見て、はい、お部屋かわいい。あ、でもちろんこっから海が見えます。なんかお子さんも安心して遊ばせながら、あ、ここもあるねって感じで、でも私は外のあそこにしました。じゃあちょっと運ばれるまで待とうかな。このビューがねたまらない。あ、そう、この間来た時なんか高校生の子がなんか卒業ランチみたいな、男の子2人女の子1人でちょっと微妙な感じで来てて、ここで女の子がやりたいっつってやったんですけど、あ、そっか、なるほど。じゃあ私も今日、あ、ちょっと楽しすぎる。ブランコ乗ってます、イエーイ。あー、幸せだー。そう、今日は幸せといえば令和5年4月18日大安吉日でございますが、私事で恐縮ですが、おかげさまでダーリンと私10年目の結婚記念日ですToday is our 10th anniversary of wedding anniversary since 2013 April 18th. Thank you so much for supporting us. 本当皆様に支えられここまで来ました。いろいろ、まあ私本当大好きで、ラブラブを通していたんですけど、交通事故で大変だったにもかかわらず本当支えてくれて今の、私があります。そう、今日先ほど言ってたインスピレーション、英語で言ったらもう intuition、考える前に感じる感覚、こう湧き上がってくる、やっぱり直感ですね。直感を大切に生きる、まあ、これからの時代特に、そうだと思うんですけど、ちょっとそのお話をさせていただきたいなと思います。あ、そうだ、三脚買ったからね。そう、実はね、私が、まあ、恋愛相談も受けるんですけど、私が主人と会ったお話をちょっとさせていただきたいと思います。まあまあぶっちゃけると、あ、そうですね、もう最初会った時にタイプではなかったんですけど、もう本当に直感っていうか、もうこの水落ちのところ魂が宿っているところがですね、もうシュル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 ってもう動い回る、なんかね、カラータイマー、ウルトラマンの、まあ、あそこら辺がもうクルクルクルってなんか手裏剣が回るみたいな感じ、感覚がありました。で、自分もちょっとびっくりしちゃって、これ置くね、何何何っつって
何これこの感覚みたいな、ちょっとびっくりしてたんですけど、あもうこれはそういうことかなでもどっかでちょっと怖くて、どうしかも彼氏っていうよりどうしかもみたいな思ってたんですけども、タイプでもないのにだんだんやっぱり、なんかデートも自然な形で、私あのジャパンタウンサンフランシスコのから、20分歩いて20分30分以内で行けるとこだったんで、歩くの好きだからいつもカート持ってお米買ったり買い物を週1ぐらいで、やってたんですけども、行くよジャパンタウンって言ったら、あ僕もあの2週間に1回とか本買いに行くんで、じゃあ会いましょうみたいに、なんか自然な形でなって、それで2週間から1週間になってお付き合いすることになりました。でそう、なんか自分では、まあ、この胸の蜜蜜のシュルシュルがあのバロメーターではあったんですけど、どうなんだろうってやっぱり最初はね皆さんそう思っちゃうじゃないですか、これ本命かなとかツインソウルかなって。でなんか2人でデートして最初にラーメン屋さん行ったんですけど、後で2人ともそんなにラーメンは好物じゃないって笑っちゃったんだけど、じゃあとりあえずあのラーメン屋さん行ってすごい混んでたから待つかなと思っていたのに、なぜか2名様どうぞカウンターの方へって言ってスーって 通ったんですよね。であとまあ歩いてカート、アバートっていうあの公共の駅がうち近かったので、とりあえずうちまで歩いて2人で喋りながら帰っている時に、まあ私としては女心としては少しでも長く一緒にいたいから信号変わってほしくないなと思うのに、なんか2人でいると青スースースーって青になっちゃうんだよね。だからあーと思って、で後でググったりしたら OK サイン、天からのゴーサインだ、うん、まあだからこういうなんか直感とか小さな出来事に目を向けてやっていたら、あ天球来ました楽にスースーってありがとう、生きれるよっていう感じです。それはそう、どんだけそう自分のその感覚直感とか、あこの今鳥が飛んでって横切ってこれもう OK サイン、天からのいい感じだねみたいな、でそれをキャッチして、でも意味始め分かんなかったらとりあえずググってみて、結構例えば鳥が横切るスピリチュアルとか言うと出てくるので、その意味をわわーってキャキャーって喜んでワクワクキャッキャして波動を上げてると、本当にこの地球天国はもう本当に軽やかに楽しく、もう苦行はの時代終わったんで楽行、本当に楽行でいける感じです。では来たので、わー嬉しい、わーお食事ランチをいただいて、いただくことにします。ローズヒップ and ベイクトビーツだね、のサラダ。ではボナペティいただきます。では、あそうね、クロージングしようね、今日はこの辺で、インスピレーション、インストゥイションについて話してみました。そんな感じでいつもワクワク、楽しいこといっぱい見つけて、いつも源の愛と一緒にポジティブエネルギー高周波をキープして、また次回も笑顔でお会いしましょう。 Let's choose 源 I or love of souls and keep positive energy and high frequency right here right now. That's all for today. See you next time with big smile. Oh wellI forgot about it. And please thumbs up and subscribe to my channel.
SNS of Minamoto Ai. Also, you can check the summary column below with below who Minamoto Ai is and what I can do for you.はい、さっきも言ったかもしれないですけど、まだ、登録、ベルマーク押してない方はプチッとよろしくお願いします、下のコラム、概要欄には、私がやってることアセンションチャネラーとして、やってること、沖縄カスタムメイド、アセンションチュイト本当たくさんのワクワクを沖縄で一緒に体験するスピリチュアル体験を、するトリートリトリートツアーをしてますので、もしご興味ある方はアーセンションチャネリングなどと一緒に、連絡してくださいね。ではでは、この次までごきげんよう。それではいただきます。ボナペティ、 many thanks and much love. Bye now.